そこの目は、こうやって作ってる農家さんがいないもので、こうやって作ってるんですね。で、日持ちがあまりしないんですよ。だから、あまり流通に乗せれなくて、こうやって朝取ったもの、なるべく新鮮なうちじゃないと使えない食品なんでですね。もう本当鮮度が命なんで、まあこうやって農家兼蕎麦屋だからこそできる料理を出させてもらってます。この仕事ももう毎日種まきして毎日収穫してっていうのを繰り返しで、朝取らないといけないもんでですね、どうしても朝に仕事が集中しちゃって、でもお客様来ていただけるからですね、やっぱり自分たちにとってやっぱりお客様に食べてもらえる瞬間見れるってやっぱり一番ありがたいんですよ。こうやって朝取ったものをお客さんが食べていただけるって思うとやっぱ嬉しいですね。なかなかね、自分たちが作ったものを最後お客さんの口に入るまで見たりできる農家さんってあんまりいないかなって思うんですけど、自分たちはそれができるから本当幸せだなって思うんですけど、
一番農家がやる蕎麦屋ですので、鮮度っていうものは一番こだわりたいところですね。で、農家にしかできない品質とか量とか、そういうのをお客様にやっぱ見えないところを見えるようにしたいっていうのはやっぱりあります。農業、実際この野菜とかそばの芽がやっぱり買ってきただけじゃわからないけど、ここに来たら作ってる人がなんとなく見える、うろうろしてるんでですねっていうところからやっぱりお客さんにそういう価値を味わっていただけたらなと思ってます。もうそば自体の味はですね、どういう引き方をするかとかどういう管理をするかでも味は変わってくるんですが、大きくはそばはそばなので、その中でもいいそばを出したいっていう気持ちは常にありますけど、うちが一番感じてもらいたいっていうのはやっぱりここにしか、ここでしか体験できない価値っていうものを存分に味わっていただけたら嬉しいなと思いますね。農家がやるそば屋が、そしてこの山の中で、そしてより新鮮で、普通スーパーとかに並んでもなかなか買えない、それを大量に使うこともできない、何らかには出回らないからですね、そういうものをここでしか食べれないような、なんか食べてよかったなと、めった食べれないからよかったなみたいな、そんな感じで思っていただけるような蕎麦屋になりたいと思って日々精進しているところでございます、蕎麦屋としても農家としてもですね。で、農業も今までは蕎麦と蕎麦の芽だけ作ってたんですけど、それもこれからはちょっと他の野菜も作っていきながら、より良いこの地元の野菜とか、あと周りの農家さんたちの野菜も一緒に使いていけたら使っていきながらですね、地域とともに育つような店ができたらいいなーっていうのを思いながら知っているのが今の僕たちの仕事です。
日のビールが1本追加です。ヒノキの大盛り1、大盛り1、きんぴら1、混ぜご飯2、そば豆アイス1でお願いします。Thank you.